ホンダ RA273 は、ホンダが1966年の F1、世界選手権及び1967年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミューラ1カー。RA273EV12 エンジン1966年に、開1のエンジン規定が大きく変更され、自然吸気エンジンの排気量が 3000cc に拡大された。 規定に対応するためのエンジン開発が遅れ、RA273 が投入されたのは1966年、イタリアグランプリでのことであった。新たな V12 エンジンの RA273E は、入り混じり小一郎が設計した。バンク角が、従来の60度から90度に広げられ、シリンダーブロックの外側から吸気し、内側から排気する方式に変更された。 V バンクの上にはエキゾーストパイプが絡み合うように配置された。RA272 まではエンジンが横置きに搭載されていたが、排気量の拡大に伴うエンジンサイズ拡大で困難になったため、一般的な縦置きに改められた。それに伴いギアボックスもエンジンと分離された。しかしホンダ界一の伝統とも言える重量型の傾向は変わらず、 本マシンでもエンジン単体重量が 220kg、総重量は実に 720kg にも達し、レギュレーション上の最低重量である 500kg を大幅に超過していた。これは、ホンダ総一郎やデザイナーの武田秀夫の方針で、マシンの耐久性を重視し各所に金属を多用した影響による。また当時のホンダの技術力の問題から、RA273 は、 タイヤの投下度がコーナリング時に課題に変化してしまう問題を抱えていた。このためシーズン後半には投下度の変化の影響を少なくするためフロントリアどもにトレッド幅を20センチメートル拡大したマシンを投入したが結果はかんばしくなかった。1967年シーズンはリッチー・ギン・サーに代わって本題入りしたジョン・サーティースがドライブ。サーティースの希望により トレッド幅はオリジナルとワイドトレッド車の中間程度に変更された。また軽量化目的でエンジンブロックとギアボックスの素材がアルミニウム合金からマグネシウム合金に変更され合計で 40kg 軽量化を果たしたがエンジンの冷却水とマグネシウムが反応して水素ガスが発生する問題に悩まされることになった。現在はツインリンク、モテギウチにある ホンダコレクションホールに7号車と18号車が保存されており、7号車は近年新たに製作された RA273E を搭載しており、イベントなどでたまに走行している。18号車は保存後走行したことはない模様。RA273 は1967年にタミヤ模型からプラモデルとして製品化された。前年にグランプリのため空輸される。 直前の羽田空港の倉庫内での取材をもとに、モデル化され、製品化には8ヶ月を要した。1、12モデルで1200円と当時としては高価なキットだったが、あっという間に初回ロットの1万キットが売り切れになるほどの人気を博した。なおこのモデル化において、ドライバーズシート下に収められたスターター用バッテリーなど、通常の目視では絶対に確認できない部分までが、 プラモデル化されていたことなどから、ホンダの社内では、企業秘密の塊であるマシンが、ここまで、忠実に再現されているのは、おかしいとして一時問題になった。ただこれについては、ホンダ会一の監督である、中村義夫の、俺たちのマシンを模型にしてくれたんだからいいじゃないか、という一言で、結果的に不問に処されたという。実際のところは、 倉庫内での取材以外に、ホンダ関係者から国費に図面の提供を受けていたことを後に、タミヤ会長、社主のタミヤ俊作がインタビューで認めている。ありがとうございます。